ミーツザライジングサン。ここ LA のスタジオから衛星中継でお送りしていますロック藤山。今日のゲストは日本からやってきてくださいました佐野史郎さんです。ありがとうございます。マーティーさんが日本の音楽は全部ロックだって言い切るコーナーなんですけど、今回もこんなにエアメールやハガキが来てます。はい、紹介しますね。秋田県の民謡ドンパン節は絶対ロックじゃないと思うのですが、マーティーさん間違ってないですよねってことなんですけど、間違ってないですよね。いやいやいや、どう聞いてもロックだよ。聞きましょうか。あ、まずは聞いてみましょうか。はい、これはロックじゃないですよ。ちょっと苦しいじゃん。だってみんな鈍いじゃん。みんな鈍いじゃん。鈍いよ。だってドンパンってなんかのバスドラとスネアの音じゃん。ドンパンドンパンドンパン。それ名前じゃん。ドンパンとして名前じゃん。いやいや。それはさておき。それはさておき。とりあえず。ギターで弾いてみるわ。これはちょっとね、どう聞いてもリズムがね、これって何度だよね。これ民謡の踊りですから。はい、どう聞いてもリクデリンジャー。リクデリンジャー、リクデリンジャー、リクデリンジャーって言うとこれ。どう聞いてもリクデリンジャー。え、全然違う。そう、まさにロックだけど全然違う。全然違う。いや、この鈍い人たちのために行きましょうか。しかもライジングサンライフ、ロックなドンパン節で踊る。なんであれいい曲、魂のこもったものは何でもロックになるってことだね。だよ、まさに佐野さん の、 あの持論をね、こう証明してみせるような、そんなコラボレーションですね。いいメンバーだな。ロック100人一首、本日の対戦は佐野史郎さん対マーティン・フリードマンさんです。100人一首の札はこちらのアルバムジャケット。組手のギターが奏でるロックの名曲を聴いて、その曲が収録されているアルバムを取り合います。はい、このロック100人一首見事勝利を果たした方にはこちらの歌舞伎スカルが贈られます。微妙だな、どこ行こうかな。微妙とか言わないからよ。
です。なんだかわかんないんだけど、オールマンブラザーズバンド、オールマンブラザーズバンド、そうだったかな。 You got it! トニー選んだんだよ。全然死ぬなかったんだよ。はい、佐野史郎さん。バーズのミスタータンブリンマンです。さあ判定はシェリー。 You got it。 セレアコースティックで行くわよ。行くわよって言うけど、これアコースティックのアルバム多いんだけどな。ロリさん準備ができたところでギター読みをお願いします。はい、佐野史郎さん。ジェームス・テイラー、You've Got a Friend です。 You got it。 正解。どんなナンバーがありますか。1ということで佐野史郎さんが、有利になっておりますが、一歩リードしてますね。ただまだ6人にこちらの佐野史郎殿が参加されているチャリティー CD があさって5月の31日に発売になるということでございます。世界の恵まれない子供たちにサッカーボールを届けるべく34組53名のアーティストが集結。佐野史郎殿は歌とギターで参加。さてはじゃあ、シリアに拙者も走るでござる。はい、ではごめん。片付けない。知ってたね。知ってた。これはニール・ヤングとクレイジーホースで、ヘイヘイマイマイですね。You got it! 最終問題に参りたいと思います。はい、ギター読みロリさんお願いします。はい、これじゃないきっと。はい、佐野史郎さん。ちょっとこのギターの感じはマウンテンレズリー・ウエストのギターっぽいかなと思ったんですけど、どうでしょう。 You got it!ですよ。アルバム持ってないもんね。ただレズリー・ウェストっていうギターはかっこいいなって昔から思ってた。すごいですね。マーティはマウンテン知らないの。名前だけ。今回の勝者は佐野史郎さんでした。そして見事勝利を果たした佐野さんにはこちら、歌舞伎スカルが贈られます。微妙だな、どうもこうかな。微妙とか言わないからよ。これです。なんだかわかんないんだけど、オールマンブラザーズバンド、オールマンブラザーズバンド、そうだったかな。 You got it! トニー選んだんだよ。全然死ぬなかったんだよ。はい、佐野史郎さん。バーズのミスタータンブリンマンです。さあ判定はシェリー。 You got it!
ースティックで行くわよ。行くわよって言うけど、これアコースティックのアルバム多いんだけどな。ロリさん準備ができたところでギター読みをお願いします。はい、佐野史郎さん。ジェームス・テイラー、You've Got a Friend です。 You got it。 正解。1ということで佐野史郎さんが、有利になっておりますが、一歩リードしてますね。ただまだ6人にこちらの佐野史郎殿が参加されているチャリティー CD が明後日5月の31日に発売になるということでございます。世界の恵まれない子供たちにサッカーボールを届けるべく34組53名のアーティストが集結。佐野史郎殿は歌とギターで参加。あさってはじゃあ CD 屋に拙者も走るでござる。はい、ではごめん。片付けない。してたね。してた。これはニール・ヤングとクレイジーホースでヘイヘイマイマイですね。You got it。楽人種の札はこちらのアルバムジャケット。組手のギターが奏でるロックの名曲を聴いて、その曲が収録されているアルバムを取り合います。はい、このロック百人種見事勝利を果たした方にはこちらの歌舞伎スカルが贈られます。微妙だな、どうもかな。微妙とか言わないからね。なんだかわかんないんだけど、オールマンブラザーズバンド、オールマンブラザーズバンド、そうだったから。 You got it。 超適当に選んだんだよ。全然死ぬなかったんだよ。はい、佐野史郎さん。バーズのミスタータンブリンマンです。さあ判定はシェリー。You got it。アコースティックで行くわよ。行くわよって言うけど、これアコースティックのアルバム多いんだけどな。ロリさん準備ができたところでギター読みをお願いします。ジェームス・テイラー、You've Got a Friend です。 You got it。 正解。ジェームス・テイラーの好きなナンバーって言ったらどんなナンバーがありますか。1ということで佐野史郎さんが、有利になっておりますが、一歩リードしてますね。ただまだ6人にこちらの佐野史郎殿が参加されているチャリティー CD が明後日5月の31日に発売になるということでございます。世界の恵まれない子供たちにサッカーボールを届けるべく34組53名のアーティストが集結。佐野史郎殿は歌とギターで参加。あさってはじゃあ CD 屋に拙者も走るでござる。はい、ではごめん。片付けない。